はい、牧場物語、ウェルカムワンダフルライフ、続きやっていきましょう。おやすみなさい。さあ、恵みの章のペッパーが終わり、アンバーがやってきました。おはようございます。季節が変わったということで、またイベントも何か新しいのが起きたりするかな、気になるところ。そしてそろそろこれ、また新しい曲に変えたかったんだけど、これにするかな。あれ、こんな曲あったっけ。これまだ聴いてなかったか。めっちゃいい感じの、なんかテンション上がる曲だな。秋の喜び。これはあれだね、ムクムクからもらえるレコードだったよね。そうか、秋に聴こうって言って、ずっと、あれか、聴かずに残しておいたやつだったね。じゃあせっかくなんで、秋の喜びにしましょう。あとは、せっかくなんで、服装もちょっと変えようか。ああ、ファッションを変えるとこれになるのか。鏡を見るで衣装チェンジもしようかな。あれ、湯上がり卵派だと言われたのはいつだったかな。この風に言うの。あららら。あれ、ファッションを変えるの方でよかったか。ああ、衣装、服装これだったね。ワンダフルライフ、これにしよっかな。ムクムクごっこは冬の方がいいかな。これにしよっかな。もらい物のセーター。一回も着ずに終わるぐらいだったらな、一回ぐらいは着ておきたいよね。おう。アンバー感あるな。ムームーのお目覚めです。朝目が覚めたら、もっくんの服装が変わっていて、BGM が変わっている。いろいろと思うところがあるかもしれません。お？ねえ、この時間なんだけど、三日月にありでいいかしら、きっと喜ぶと思うの。あれ、こんなイベントが来るんだ。うめ。とか、もう、初めから三日月にありようと思って、もらってきたんだけど、まだだったんだな。芋パパがこの図鑑をくれたのよ。森で見たお花のことを調べてみたらどうかしら。すげえ驚いてる。わーい、ありがとう。ニコニコのお花が描かれているか探してみるよ。ニコニコのお花って？もういいお花を見つけたの。とっても綺麗で笑ってるみたいだから、ニコニコのお花って名前なんだよ。新しい植物を発見している。将来有望だな。でもママが、毒があるかもしれないから触っちゃダメって。まあ確かにその危険もあるわな。ねえ、もくん？どうしたんだい？ありがとう。三日月はあまりにも不用心で、怪我でもしないか心配になっちゃったのよ。でも少し気づく言い過ぎたかなって。私、いいママだったかしらってずっと気がかりだったの。いいままだよ。お、どうした？ここにニコニコのお花、毒がないって書いてあるよ。おお。ちゃんと自分で見つけて偉いわ。やったー。いやー、アンバーの初めからこんな朗らかなイベントに見られるとはな。それじゃあ私森に行ってくる。ニコニコのお花な、俺も見たことないや、お花なんだろうか。ほんわかしてるね。秋の喜び、BGM に、たがわない、いいイベントでしたな。おお、そして帰ってきた。おはよう。出かけたけど、なかったんかな。帰ってきちゃいましたね。初めて鏡を見た。初めて鏡を見たっていうのは、称号の名前としていいのか。などいろいろありますが、やっていきましょう。さあ、まだまだ朝早いですし、とりあえず、畑仕事とか、もろもろのね、ことをまずはやっておきましょう。動物のお世話より、今日はとりあえず畑仕事を先にやっといた方がいいかな。じゃないと、この肥料撒きとかね、水撒きとかね、遅れてしまうのがいろいろあるから。参りましょう。ということで、ベリブルの種 B をガンガンと巻いていきます。このアンバーは、ベリブルの種と、干渉の種をガンガン育てていきましょう。また品種改良でアンバーから育ったやつをいっぱい作って、それをね、余ったところに植えたりするのもいいとは思うんですが。どこでしょう。でもまあ、第1回目はこれでいいんじゃないかな。完食。植え終わっちゃった。余ってないか？何か余っていないか？でも今からメロン植えて間に合うのか？間に合うかもしれねえ。間に合うかもしれないので植えます。なんて適当なんだ。これぐらい適当でもいいんじゃないかな。
あ、でもまだ乾いてないんだな。水やりが不要なのはちょうどよかった。まあ、いいや、とりあえず肥料やりしてもらいましょう。いや、でもこの辺もまだ空いてんだよな。ちょっと品種改良をここに植えて、こっちはまた別のやつを植えてっていうのやっとこっかな。うん、ここ何がいいかな。いろいろと悩ましいな。お、肥料撒いてるね。バシャーン。この勢いがいいよな。まあ、実際これぐらい勢いがないと巻ききれないからな。こうせざるを得ないというか、至って合理的なやり方ではあるんだけどな。さてーん、それでは、まずはお使いを。見に行くところから行きましょう。変わった作物。変わった作物どれでも。最近は変わった作物が流行っているとテレビで見たんどすえ。うちも食べてみたいんどすこで、余ってませんやろか。変わった食べ物が余っているっていうのも変な話だけどな。ほっこりしたスープ。お、体が温まるほっこりスープはいいよな。誰か作ることがあれば少しでいいから俺にも分けてくれないやろうか。ほっこりスープね。あれ、ほっこりスープってお茶がのあれだっけ。お茶が余ってないとすぐには作れないのでは。ぬん。まあ、頑張れば用意はできると思いますが、ダメだった場合ちょっとお茶がをハッピーランプで育てることも考えないとだな。変わった作物。あら、ほんま大きい。せやけど、アンさん、うちのお願いしたもんは持ってないみたいですな。今なんか持ってたっけ？あー、ちょうど全部閉まってたわ。変わったもんね。変わったもんって品種改良の方かな。新種のことだったとしたら、ちょっとそりゃすぐには出ないぞってなるんだけど。一旦品種改良の何かを持ってきて、ほら、変わった作物どうすえーって言って、渡してみようかな。さあ、せっかくですから、ベッサさんからお買い物しようかなと思ったんだけど、お金全然ねえや。どうしよう。とりあえず今回は、第一陣出来上がったやつをすぐ、出荷に回したいから、鑑賞あたりでいいかな。まあいいや、とりあえず、大量鑑賞畑作って、それでもって出来上がったやつ全部出荷の方にしようかな。50個で2000ゴールドだよ。お金が減っていく。ちょっと恐ろしい気持ちにもなっていくが、大丈夫。これは必ず、何倍にもなって、帰ってくるから。今のうちになんか品種改良で、アンバーから育つ系のやつを、いっぱい種植えて、で、実を作って、それを全部種に戻すっていうので、数を増やしておこうかな。キャベリ。眺めなんだよな。眺めはちょっと、育てるモチベーションが。アンバースタートでそんなに長くないやつないかな。あんまないか。甘露。甘露だったらいける。甘露にする。痩せた土では育ちません。やや短め。甘露だったら余裕で間に合うかな。うん。じゃあ甘露の種をちょっと追加で作りましょう。こちらの畑に植えたいので、肉18だね。18マス分必要なので、あと17個作んの？足りるか。いろいろ足りるか不安なんですが。まあいいや。高倉さんとの仲も深めていこう。これでよし。ではちょっと久しぶりになって、好感度が少し下がっている鶴丹としっかりお話をしておこう。ツルタンとの仲良しをマックスに上げたところで品種改良お願いしよう。本日は甘露と人参で甘露をいっぱい作ります。甘露の実って高いかな。高いんだったら B でも出荷に回しちゃうのもありかな。全部種に戻しますってやってもな、いつ売るんだって話になるからな。ちゃんと程よく売っていくってことも今後考えていきたいところかな。今日の種まきの時間でございます。クワもパワーアップしてるし、この辺楽だな。なんか横幅に広がるとこういう 3×3 の畑を作りやすくなるから、その点やりやすくていいね。はい、 OK。 甘露はここに巻いて、
でもって干渉はこっちに巻くんですが、ちょっと余るんで余った分は人参でいいかな。この辺も肥料ガンガン巻けるようにしたらまた楽しいんだろうけどな。さて、お、もう出来上がってるじゃないの。やったで、ジンナスの実 S です。あざす、いい感じだね。これによりここの畑がまた空いたな。空いた分また植えてもいいけど、何植えるか考えてないからな。また考えて植えておきましょうかね。ちなみに前回というか前にも見たけど、チンナスの実 S は1個で1485、相当高いね。品種改良系で400とか言ってめっちゃ高えなとかっていう話をしていたぐらいですので、メロンの実 S が270とかを比べても圧倒的に高い。これが大量飼育できるようになったら相当やばいですからね。これはもっと種を増やしていきたいところ。チンナスとメロンの実 S、 この辺を種に戻していきましょう。とりあえず畑はこんな感じでやっていきましょう。また出来上がりを待つのんびりとした日々が続くかな。まあ今回に関してはあれだ、スターモが大きくなるのを待つという楽しみもあるので、そんなに長い間何もやることねえなみたいな感じはないかな。のんびり待つ中にも他の楽しみが見出せているっていうのは、この牧場生活を楽しむ上で大事かもしれませんね。さてと、お使いで変わった作物、そうだ、これを持っていかないといけないっていうのもあったな。ひとまずこれを後で持っていくっていうのと、あとはほっこりスープなんだけど、お茶があって今、あったかな？すぐ作れるかどうかをちゃんと確認しませんでしたが、ほっこりスープは作れるのかい？ほっこ、あー、お茶かかたらない。じゃあとりあえずお茶がだけ持ってこようか。一応保管はあったよな、多分。そう、ムームって鶏好きなんだったっけ？鶏だよ。鳥。鶏さんつつかないで。まだちょっと怖いらしい。そば、なんか、しれーっとあったけど、これ日光二光のお花の、あれかな、押し花か何かかな。三日月あの後持ってきて、持って帰ってきてくれてたっぽいな。これはニコニコしているってことなのかな。三日月の感性的には、これはニコニコしているぞっていうことなのかもしれない。まあ違うお花かもしれないけどな。お花の図鑑をもらったから。また、お、ニコニコのお花とは違った別のお花だけど、持って帰ってきたよってね、こともあったかもしれませんな。お花もいいけど、ほっこりスープも作っていく。依頼達成していきましょう。あとは、陳酒で。何がいいかな。新種だけど S の品質を渡すのはなんかちょっと尺なんだよな。できれば安いやつで済ませたいという気持ち。まあこれが品種改良じゃなくて新種じゃないとダメとかってなると、どちらにせよダメですが。ぷいぷーい。うん、やっぱりぷいぷいに。あれだな、お金渡せなくなってんな。ここ島は世界中のワクワクを集めた夢のような場所と聞いたぷい。早く行ってみたいぷい。腹減ったぷい。これ時期を待ってるだけかな。来年のパーロットあたりになったらもう、これから旅立つぷいとか、行ったりするんだろうか。あとは待つだけだったりするのかな。ところでサンさん。お、いける。品種改良できるのか。ディーベでございます。お納めください。なかなか変わった作物やろ。これ手に入れるの大変でしたやろ。うちからのお礼も受け取っておくれやす。品種改良の種は、依頼の報酬ではもらえないのかな。その辺もちょっと気になるね。さて、もう一個の依頼は高倉さんだったよね。まだ自宅にいたっけ。会いに行きたいな。いた。はい、高倉さん。ほっこりしたスープを見たよ。ほっこりスープでございます。
お納めください。ありがとうよ。前を持ってきてくれるとはな。礼はこれだ。種をもらいました。お、いちごの A ね。いいですね。まあ、ここスタートで S にするっていうのもありなんですが。まあ、すごい畑を使えばすぐ品質上げられちゃうような気がするからな。この辺はほどほどでもいいかもしれない。今後もらえてもね。まあ、お気軽に植えて、お気軽に成長させて、いい値段になるという意味では、すごいありがたいけどね。これ草刈り、できるかな？うわー、ちょっとギリギリ足りなかったの、あれで。うわー、これ日付変わっちゃう？ぐえー、ギリギリ変わらなかったけども。めっちゃ夜遅くになっちゃったん。肥料撒かれてるし。マジか、あれでもダメか。これ、鎌、マジで使い慣れてないっぽいな。ちょっと体力の消費が、激しすぎる。この有識問題にどう立ち向かっていくかが今後の課題になりそうだな。お、三日月じゃなくてムームーが起きている。ムームーじゃなくて三日月は寝てる。三日月が寝に行くのはまだ見てないな。ん？とか久しぶりに来たけど、まだちょっと変わってるな。世界の七不思議は前あったっけ？これは見たな。これなかったよね。キコリと王様。キコリは、ん？王様はキコリに言いました。その木を切ってここへ持ってまいれ。キコリは言いました。しかし王様、あの木はとても神聖な木で。すると王様が立ち上がり。その次は一体何なんだ？王様が責任知らずみたいな話なのかな？もっとよく調べてみようか。日記の内容は変わってるかな？変わってないね。まあこの辺はそんなに変わらない感じか。でも本の内容は変わった。でも木こりの王様？もしかして植物にちょっと興味を持ったから、本の内容にも少し変化が？そういうパターンもあったりするのかな？気になりますね。といったところですが、今日はもう寝ようかな。ちょっと、気を失っていた時間が長いので、そろそろ寝た方がいいでしょう。おやすみ。はい、おはようございます。アンバーの2日、やっていきましょう。イベントは、まだまだ、来ませんので、これまで通りの、のんびりお仕事をやっていきましょう。はい、チリンチリン。体力的な不安はありますが、ちゃんと1日2回の水やりも、動物のお世話も、しっかりこっきりやっていきましょう。まずは朝一でミルクを絞るところからやっておいた方が、2回目の乳絞りが、スムーズに終わって、早く寝られるから、その辺は大事にしておきたいところ。でもこれ、朝5時とかに起きて外出ても、あれなんですよね。高倉さんの出かけるタイミングに勝ち合うと、それを見届けないといけないから結局5時半ぐらいになっちゃうんですよね。なのでそんなに早くはならないっていうね。さあ、そして、ちょっとスルー仕掛けたけど、アポロが大きくなっている。早く起きて、起きて。ミルク絞りたいんだ。アポロのミルクを絞らせてくれ。起きた、起きた。うん、来ました、来ました。さあ、絞ると。ありがとう。ということで、さあ、ミルク B が絞れましたね。報酬で1回もらったことはありましたが、質はごく普通。にもかかわらず高く売れることで、有名なサーミルクですね。さあ、これが、より品質を素早く上げてくれるように、ちょっと途中忘れちゃっていましたが、アニマルOSを定期的に上げていきましょう。もーん。ブドウ、出来上がってる。アンバーも結構な数出来上がるな。意外と早い段階で出来上がってくれるから、ガンガン揺すっておきたいね。これなんだろう、アパーリエかな？アパーリエか何かを植えたような記憶はあるんですが。アパーリエでした。刺激の強い酸っぱさが癖になりそうな実です。パウラムもあるぞ。刺激的な酸っぱさに甘さが加わった実。まあ、リンゴと桃の味わいが混ざってるって感じだと美味しそうな気もしなくはない。だから刺激の強い酸っぱさっていうのは、リンゴのことなのかな？甘さよりもちょっと酸っぱさの目立つリンゴってことなのかもしれないね。青色のブドウも出来上がっていく。これも値段安いんかな？おいくらでしょうかね。ちなみに品質は全部 B でしたね。まあ果汁の品質を上げるのは結構時間かかるっぽいので、この辺は想定内かな。問題は値段かな？
青色果実は330を超えるのであれば普通に出荷した方が高いんだけど、でん、安い。330以下であれば、青いカレーにお料理してからバーンさんに買い取ってもらった方がお得なんですよね。その辺も考えていきたいところ。お腹が空き始めている。最近あんまり食べてないからな。さすがに腹が減っているか。今日のご飯はお刺身です。お、腹減り解消。腹が減ってると疲れやすいっていうのもあるっていう話でしたね。もしかしたら昨日の鎌ぶん回しぶっ倒れ事件は腹が減っていたことが原因だったかもしれねえな。ゲート発見。話をしよう。ぼーっとしていただけよ。ケイトには、甘いお菓子とか喜んでくれそうだから、ソベリケーキもありようか。ん？それを食べろって言うの？遠慮しとくわ。え？マジでソベリケーキ嫌いなの？意外、ケイトはなんか、甘いもの大好きなイメージあったけどな。あれ？なんか受け取ってくれなかったっけ？あれは大人になったケイトか？リメイク版のケイトは、割と、甘いものというか、ストロベリーケーキ、好物だったイメージあったんだけど。でもよく考えたら小さい時には、あげたことなかったかもしれない。好み違うんだな。もしかしたらちょっとおませさんだから、そんなカロリーの高いものを食べたら、ダイエット、体に良くないわ、みたいな。そういう意識があるのかも。いやーでも子供の時こそ、なんというかそういうの気にせずバクバク食べそうなイメージあったけどな。ん？リュックがいっぱいです。あれ？魚さんは？魚さんはいないのかい？違うか、これ。持ち物がいっぱいだと釣りができない状態なんだな。では、ケイトに魚をあげようか。あげる？魚が好きで、ケイトはダメなんだな。味の好みがなかなか渋いわ。ぼーっとしてるんだから、あっち行ってちょうだいよ。ぼーっとしているんだから。私が今ぼーっとする時間だということを理解していないのかしらみたいな。お料理終わりよ。さっきはケーキを見せてしまってすまなかったね。とりあえずケイトとの仲は深まったかな。ケイト、お、ここまで来たか。このピンク色にかかったことによって、ぼーっとしているんだからあっち行ってちょうだいよという会話が聞けるようになったのか？わからん。わからんけど、どうなんだろうな。距離が縮まったからこそ遠慮なく言われるようになったんかな？今教えられるレシピがなくなっちゃったよ。いつまになくなったんだ。もう少しメイン料理とか、もろもろ、バランスよく教えてもらってから教えられる料理ないって言われたかったんだけどな。そこを突きたか。ハンバーの月もすごい勢いで進んでいくような気がするぜ。バーンさんが来て、一気に収入がドカッとね、お財布にお金が入ってくるまでは、どうしてもちょっとね、暇な時間ができてしまう感じはあるかな。でも、いずれか、いつかは、あれなんだよな、バーンさん、卒業しないといけないんだよな。常にバーンさんに頼ってると、あれだからな、なんか、あなたはどうして、牧場の出荷箱を活用しないんですかと、高倉さんになんかちょっと不信感を与えかねないからな。実際に不信感を与えて高倉さんから嫌な目で見られるとかはないと思うんですが、せっかくだからな、この牧場の記録に残るような、やりくりの方に残るような出荷もしていきたいよね、今後。まあ、いつになるかはわかりませんが。よし、それでは今回はここまでにしておきましょうかね。はい、ということで今回はここまでとなります。さあ、お金が次貯まったら、またあれこれやりたいところなんだけど、いろいろ用意はあるとはいえ、明日バーンさんの来訪で10万はいきなりは貯まらないよな。またバーンさんがさらに次来るアンバーの8日かなあたりに、次、鳥小屋の増築ができるように、目指していくっていう感じになるでしょうかね。
となるとまとめてまたバーンさんにいろいろ買ってもらえるようにするために発掘場ももっとね顔出していった方がいいかもしれませんね。バナナの種、バナナの種変化ももう終わっちゃったんだったか。ちょっとこれ以上は売るものもなくなってくるかもしれませんので、まだね別の稼ぎ口を探しておきたいところでしょうかね。そういったことも考えていきましょう。といったところで今回はここまで。ありがとうございました。